アスカルさん、千あやと現状解放したら食事楽しくてもう一回現状の諦めました筋肉する方にシフトしてます。まあね、ストレスになるぐらいだったら食事をしてトレーニングをするが理想ですよ。いや俺いいと思いますよ、アスカルさん、マジで、アスカルさんはね、本当にトレーニング王なんで、パンピーさん、千ありがとう。家でできるような10分くらいの筋トレ動画言ってくれたら見ながら一緒にできるので嬉しいです。あげよっか今度。まあそうですね、結構上がってるんで、よかったら クリスタルジムね、 YouTube も確認ちょっとチェックしてほしいですね。小野さん、初マルタスさん1600円ありがとう。小野さん、初スパチャです。風邪ひいてあんまり味がしないので、薄味の食事にしたら体重が落ちました。塩分気をするだけで1キロくらい減るもんなんですね。でも本当は塩辛いのが好みです。これはね、あの体重が落ちてるんじゃなくて水分が抜けてるんですね。まあ、要はむくみが取れてるっていう。これね、脂肪とむくみをね、ごっちゃになってるとね、ちょっと分かんなくなっちゃうんですけども。むくみも体重が増えるんですよね。で、むくみが減ると体の中の水分が減って、その分体重落ちるんで。だからその、一日一日でなんか変わる変化があるものはむくみですね、大概。で、長期的に見て変わっていくものが体重、体脂肪ですね。だからボディービルダーとかが前日に塩分、塩抜いたりするのは、まあ、むくみを取るためですよ。